カピタン、エド・サンプは、オランダ召喚責任者である、召喚長イコールカピタンの日蘭貿易、御礼のためのエドへの旅。御礼参り、廃礼とも称される。長崎のオランダ召喚は、オランダ東インド会社の日本支店であり、召喚長であるカピタンは、対日貿易の維持、発展を願って、貿易業務を終えた後の歓喜に、エドへ参り。 将軍と精子に対する越権と献上物の提上を行った。その際には老中や若年寄りといった幕府の高官たちへも親物を送った。カピタンの御礼に対し江戸幕府側は貿易の許可、継続条件の五条目五箇条の読み聞かせと髭物の字をもって返礼とした。オランダ人の初の拝礼は、慶長14年の施設。 ニコラース・ポイクによる寸プでの徳川家康との越見であった。その後、オランダ商館が平戸に建設され、官営10年より毎年春1回に定例化するまで、江戸産布は不定期に行われた。官営18年にオランダ商館が平戸から長崎の出島に移された後も産布は続けられ、完成2年に貿易半減に伴って4年に1回と改定された後、 開衛3年にまで計166回行われた。なお、開国後の安政五年にドンケルクルチュースが行った散布はこれに含まれない。散布の時期は、当初は前年の暮れに長崎を出発し、翌年の正月に江戸に到着して、拝礼を行っていた。寒文元年からは正月に長崎出島を出発し、3月昨日、 または15日に拝礼をするのが慣例となった。長崎への帰還は後、6月頃で、所要日数は、通常90日ほどであった。一行の人員は、施設であるカピタンのほか、オランダ人の図員は当初は、初期や医師など3、4人いたが、後に、初期官と医官が各1名ずつとなった。日本人は、長崎武所の役人から任命されるただし、服の検視。 通便や会計を担当する江戸番大通事と江戸番、小通事、町市二人、初期2.3人、料理人二人、低部屋小遣いが数人、他に日雇い頭や材料頭などがおり、規定では総勢59人となっていた。見習いとして若年の通事が従ったこともたびたびあった。しかし、様々な名目で一行の人数はそれ以上となることが多かった。 江戸散布が4年に1回となった完成2年以降は散布9年には散布年の半分の量の献上物を運んで通詞が第3した。江戸番台通詞は通常は年配者がその人にあたり道中での金銭管理や他のあらゆる事柄に気を配りカピタンの県民の水筒管理も担当した。五条目の読み聞かせは万治2年から始まり漢文元年に 新聞が加えられ、漢文6年に、例文の他に、別の条約一章を渡された。そして、遠方元年にさらに、進化の文が追加され、以後、この条文が用いられるようになった。カピタンへの引け物は、明暦元年に、小袖30両を自腹として下され、以後、小袖30両の配慮が通例となった。生死が下される文は、小袖二十両であった。 通事にも小そで2両が下されたが、天那3年に銀10枚になり、状況2年に銀5枚と変更され、以後は銀5枚となった。江戸での滞在は半月から1ヶ月間に及ぶ場合があった。この期間にラングセの諸大名や、カニや天文方、陪身の医師や民間の学者など、大勢の日本人が訪問し、通事を介してオランダ人と様々な情報交換をした。 カピタンたちとの交流を望む人々以外にも、土産物を売り込みに来る、定式出入り商人と呼ばれる、指定商人たちも訪れた。カピタンの散布旅行中は、召喚員の一人ルス教役に任命して、権限を委譲し、主印状を入れた漆塗りの箱と、東インド会社の秘密書類を入れたクスの規制の箱1個を、預ける。カピタンが出島に帰還した後、ルス教役は、 重要書類の入った箱やかに、留守中の日記を渡し、留守中の出来事を報告した。カピタンからの贈り物のうち、将軍及び将軍聖師に対する贈り物を、献上物、幕府交換への贈り物を、沈没と呼んでいる。沈没は、江戸滞在中に老中、若年寄り、河用人、寺社奉行、南北の町奉行、修門奉行、長崎奉行に贈られ、 長崎への帰路では、京都で、京都書士大と東西の京都町奉行に、大阪で、大阪城大と東西の大阪町奉行のそれぞれに、贈られた。その他、慶語の剣士、江戸番通寺のほか、江戸、京、大阪、下関、小倉のオランダ塾にも若干の品々が贈られた。献上される品は、毛織物、絹織物、西木織物類といった単物が主で、 他に賃貸酒やドウ酒など嗜好品も多かった。健常物や沈没に使った単物の残品はオランダ塾が買い取った。これをため買い単物、またはお買いせ、単物という、贈り物として使用する分よりも多くの品を江戸まで運び、残品を旅費の一部に充てるという名目で売却していた。これは習慣化、制度化されて定着し、 オランダ商館の帳簿にも計上された。オランダ塾のほか新物を送られた幕府の交換も、ため買いたんものを、鹿の5割増しで買い取り、それをさらに約3倍の値段で売りさばいた。建造物、新物の残品販売は、通事が第三する、散布9年にも行われていた。長崎から下関までは、当初は回路だったが、船旅の危険を避けるため、万事二年から割黒を、 主とした。それぞれの旅路をと称した。途中宿泊する宿は、休憩か一泊するために利用するもので、大名の参勤交代に準じて、各宿場の本陣や脇本陣が使用された。それらとは別に、江戸、京都、大阪、下関、小倉のご都市では、大路袋もに数日間の宿泊を許されており、それらは、オランダ塾と呼ばれた。江戸のオランダ宿 長崎屋では、カピタン一行の投流中は、不信役の役人や町奉行所の同心が日夜詰めて、厳重に監視し、オランダ人との接触も、役人たちとの立ち会いの下で行われた。一行に随行、警護する剣士は、すべてにわたって、カピタンたちに指示を出す立場であったが、その剣士も、江戸では、不信役からの指図を受け、前例のない事柄には勘定所からの指示を受ける。 必要があった。京都のエビアは建物がさほど大きくないため、一行周辺の寺院や旗子に分縮させるために毎度奔走するのだが、それとは別にオランダ人やオランダ通じの太り締まりで迷惑をこうむっていた。江戸や大阪のオランダ塾のように役人の目がないためか、カピタンたちは芸者や友情を呼んで羽目を外すことが多かったという。大阪では、 銅座と本人を兼ねる長崎屋を上宿とし、往路に内を冷めしておいた贈り物を、袋で、大阪に投留する際に、本目録を持って、大阪城代と東西の大阪町奉行に差し出し、共王を受け、使者による下され物を受け取るのが通例だった。また、日本側の主要な輸出品の一つである銅を作る、住友銅府基礎を見物することが慣例となっていた。その後に、 住友の主人から共応されるが、この時には、大勢の見物人が千億を取り囲み、千億はこれら見物人に炊き出しを振る舞ったという。道府記書見物は、法営6年から慶応3年の間に合計46回行われている。下関では、当地の大町年寄りを務める伊藤家と、助公家が交代でオランダ塾の業務を務めた。両家とも、 ラングセで有名で、一向西洋風の思考をもって艦隊し、収集した西洋の品々を披露し、滞在したカピタンから、オランダ画面をもらった人物もいた。下関での滞在中、カピタンたちは、神社仏閣の見物も行った。長崎街道の終点である小倉のオランダ塾、大阪屋では、カピタンは、手島の留守役に手紙を出して、道中の経過を報告をした。 長崎手前の野城で通事たち出迎えの人々に迎えられ、出島に到着すると、剣士の出役を得て、荷物は出島へ搬入される。新物や単物の残品などがあった場合も、改めの上くらい入れられる。配慮の自腹、ヤグ、手回し品、食事道具、日用品なども当日のうちに改められ、オランダ人に引き渡される。カピタンは、 長崎奉行所駅着五礼に出頭し、会計上の決算が済めば、江戸散布のすべてが終了となる。なお、江戸を出発する際に旅費が不足した場合は、江戸の長崎屋が営む、人参座に借用を願い出て、許可を得て金を拝借し、長崎に帰着した後に、長崎会所でその金額を返納するという規定になっている。拝礼の許可が降りると指定日に、江戸城に向かうことになる。 修門奉行と長崎奉行が連名で、翌日の配越のことを通知し、配令当日には、江戸財布の長崎奉行が、カピタンが宿泊する長崎屋に赴き、座敷で待つ間に、通事や、警護の検視の挨拶を受けた後、支度を整えた、オランダ人一行を従えて、江戸城に向かう。オランダ人たちは、ヨーロッパの式服ということで、黒い絹の外套を着用する。 江戸城本丸の百人番所で控えている間に番頭からの挨拶を受け、出役した終門奉行とも会い、時間を見計らって途上となる。拝礼はカピタン一人だけが大通事の改造へを得て大広まで行い、その間、他のオランダ人随員や長崎屋主人の玄爾門は天井の間次に控える。小通事はカピタンらが式の稽古をし、 拝礼の式を行うことの一切を見習う。これらの稽古、式、見習いなどが円滑に取り運ばれるには、城の坊主衆の世話を受けねばならず、財布の長崎奉行と通じは、坊主衆に事前に挨拶をし、所持万端頼み込んでおく必要があった。迎えに来た、衆門奉行と長崎奉行が、カピタンを大広間内縁の上から三本目の柱のところに、控えさせる。 終門奉行が合図をすると、長崎奉行がカピタンを大広間へ引き上げ、一本目の柱より二枚目の板のところまで進んでひれ伏し、カピタンも奉行の左で平服する。ここで奏者番が、オーランダのカピターンと大きな声で呼び、その声に応じて将軍への献上品が並べてある場所と将軍のいる高い座所との間で、命じられた通りひざまずき、 頭を畳にすりつけ手足で這うように進み出る。武行がカピタンの衣服の裾を引いて合図をすると一言も発さずザリガニと同じように再び引き下がった。武行も後から退出し、カピタンは落ち園を通って天井の間へ退出。大通時はカピタンが控えていたところまで付き添っていたが、拝礼が終わった頃に落ち園の末まで引き下がって控えて、カピタンと共に退出する。 将軍への配越が終わった後、オランダ人たちは、御殿奥に生じ入れられ、本丸の白書院で、将軍の妻や、一族の姫、その他多くの女たちの前に連れ出され見物される。将軍は女たちと一緒に、すだれの後ろにいてその隙間から覗いていたが、老中や配越に媒席を命じられた、他の高官たちは、オランダ人からも見えるところに座った。これを、乱人ご覧と言ったが、 オランダ人たちはこれを猿芝居の第二幕目と呼んでいた。そこで行われたのは塔であった。拝礼と乱人ご乱が終わると、江戸城を退出し、幕府高官の役宅を訪問して、無事に越境を済ませた御礼の挨拶をする。これをめぐる勤という。めぐる勤先は、老中、若年寄り、側用人、自社奉行。 南北の領朝奉行で、廃礼途上に同行した、修門奉行と長崎奉行は、屋敷まで、巡る金の必要はないと上中で挨拶があるため、省略される。巡る金の前には各屋敷には、外国の単物類や武道酒などの贈り物が届けられている定めであった。通事と長崎やげげもんが随行、先導を務め、それぞれの屋敷では、過労や初期役に丁重に迎えられ、 通された部屋のすだれや、障子の後ろには、女性の見物人が大勢いた。移動する際の道筋も、見物の群衆でごった返した。巡る金には配礼当日も含めてに、3日かかり、長崎屋に帰るのは、夜ごつじになったという。江戸を出立する許可が下されると、出発の前日に、糸まごいの挨拶をするために、カピタンは江戸版通じに付き添われ再度登場する。 大広間さんの間に通され、老中が列座する前で、衆文奉行が貿易に関する五箇条の放棄、五条目をカピタンに読み聞かせ、通詞がこれを通弁する。カピタンがそれを受けた回った義母通詞が通弁、根性し、カピタンは天井の間に退去する。その後、カピタンは大広間さんの間へ、再び思行し、将軍と、 生死からの返礼である自腹30両の配慮が仰せつけられる。大目付が通事に伝達、通事がカピタンにそれを伝え、カピタンは指揮罪まで出座して頂戴し、老中に一礼をして退居した。長崎屋に帰ると贈り物を送られた幕府高官たちから使者による返礼と品々が届けられるのが通礼となっていた。 完成2年までの散布は153回、その後の4年に1回になってからは13回。ケンペルの記述では、陰歴1月15日、または16日が、毎年出発の日となっていると書かれている。オランダ人は剣士を、ボンギョイと呼んだ。今日、法令、条例などとも呼ばれた。兵庫県イボ郡三戸町。今日は2年に、江戸散布したウィルレムアルデナールに随行した、大通事。 石橋助左衛門の記述より、通常は通知のあった翌日が指定日となる。長崎奉行は2名体制で1名が長崎に出張している間、もう一人は江戸に残って執務する。ケンペルの記述より、ありがとうございます。